近くに湖があったので、ここで夕日が撮れるかなと思ったんですけど、思いのほか天気が回復しないので結局夕日のタイムラプスは撮れませんでした。まあね、もうこればっかりは仕方がないので、まあ少しここでまったりしてから、あ、また雨が降ってきたので、はい、やっぱりすぐにテント場に戻りたいと思います。おー、じゃあまた。焚き火をしようと思ったんですけど、まさか雨が降るとは思いませんでした。もういつも以上に思い通りにいかないキャンプかなと思います。こういうのもね、キャンプの楽しみの一つかなと思うんですけど、やっぱり思い通りにいかないのはなんか悔しいです。まあ、もうちょっとだけ、待ってからどうするかを判断しようと思います。じゃあまた。
コーラを使って、角煮を作るなんてすごく楽しみです。定番かなと思います。今日もなんと雨です、まあ、でもね、青空も見えているので今後の天気の回復に期待しています。あとは撤収までに雨が止めば最高かな。
甘い。はい、これからどういうキャンプがこの2023年を待っているのか本当に楽しみになりました。2023年も引き続きアウトドアの魅力をお伝えしながら、僕自身も新しい挑戦をどんどんとしていこうと思います。今年1年よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。